おはようございます。上司力を上げる努力をした結果、尿体化しちゃって髪が絶賛ふさふさ中のパチンカスズコでーす。朝一はですね、またオキドキゴールドの飴しか与えないという噂のカナおばあちゃんを探す旅に出てですね、で3代目で5ゲームでビッグゲット。いや、カナおばあちゃん待ったよって思ったら30に抜けて、あれカナおばあちゃん、カナおばあちゃんじゃねえのかよっつって、そっから通常 B 狙いに切り替えて打ったんですけどね、まあ、途中15ゲームでレギュラーあったと思うんですけど、あれはスイカで当たってんで続行して、その後600ゲームハマってビッグで12ゲームでレギュラーで32やめですね。で1万5千負け。ちょっとカレー屋さんにいましてですね、今日は結局1台で終了ですね。予定が終わって、まあ、今カレー屋で飲んで食べてまーす。鶏肉うまっ見せて、あ、うまい。ホロホロしてるし、コラーゲンで肌にも優しいカレーおはようございます。まあもうこんにちはですね、今1時半なんですけど、今日は朝一ですね。花おばあちゃんを探したり、まあリセ狩りして、1台目でヒットしてですね、いや1000枚出て1万7000が花おばあちゃんありがとうって感じなんですけども、ちょっとおちょこちょいな出来事がありましてね、ちょっと出てる途中にトイレ行こうと思ってトイレ行って戻ってきたら会員カードがなかったんですよ。やばい、あれと思って、こういう時ってなんか会員カード抜き忘れたら店員さんとかがちょっと抜いてくれることがあるんですね。だから店員さんに、あの会員カード抜いてくれましたかって言ったら、あれ抜いてないですよってなって、え取られたと思ったんですけど、店員さんにちょっとポケットの中とかちょっと確認してもらえますかって言われて、ポケットの中確認したらあってですね、もうなんかもう無意識のうちに会員カードを抜いてトイレ行ったんですよね。それで、あ、すいませんって言ったら店員さんが、いやーもう無意識のうちに会員カード抜いてって、もう体に染み付いてるんですよ、根っからのギャンブラーですねって褒められちゃいまして、いや今日はいい朝だな本当に。帽子が3万4000円で線はめた状態ですね。それでお金がちょっと足りないんで、おろしに外出ました。いやー、えぐいなぁ。間に11ゲームのビッグボーナスがあったんですよ。多分それをね、前任者の人は自力だって判断して、そうしたら2000踏んだボーナスで33やめなんですよ。まあ、パッと見は2スルー、まあ、900余りぐらいなんですけど、まあ、今のところ前任者の方正解です。結局ですね、今夜8時なんですけど、投資が4万5000円で、返しが3000枚弱、ちょっと引き戻し見ちゃったんで、あれなんですけど、
あの9戦勝ちました。いやまさかまくるとは思わなかったな。今日はこれで2万6千勝ちです。まあそれでちょっとね、真面目な話、あ、ちょっとオカルトチックっちゃオカルトチックなんですけど、サンスルー1000ハマり朝1年、うん、それでなんかちょっと1000枚ぐらい飲まれてるぐらいの台より5000枚飲まれてサンスルー1000ハマりの台の方が期待値高いんじゃないかな。うん、まあ、そんなことはないとは思うんですけど、ハマってる台の方がなんかそのプラマイゼロのラインまで行こうとなんかすごいテンコがあった時頑張ってくれるみたいな感じがしちゃうんですよね。あ、俺一応機械割り設定値だけど 97% あるし、こんだけハマってんのはちょっとさすがにおかしいわ。なんか台がハッとして、うん、なんかマイナス1000枚ぐらいまでなんか5000枚飲まれたとしてマイナス1000枚ぐらいまでなんか行くようなね気がしちゃう。でもそういうグラフ多いんだよな、本当に。うん、まあまあまあ、わかんないですけどね、真相は。というわけでね、今日はもうちょっと実戦終わりにしちゃいますか。はい。まあ軽く飲もうかな。今日もらった10万箱。前日があの4000枚飲まれてて1回も天国入ってない。それ前々日も3000枚飲まれてるんですね。それでまあ僕の見立てだと据え置きだったらあの1回その2000踏んで天国上がらない状態からまた4スルーハマって1200ハマってる状態なのかな。今1時半です、投資が900枚、回収がですね3700枚です。いやー、大勝大勝。5万3000勝ちですね。いや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 、というか最初ゴッドモードでしたね。あ、普通になんか3ゲームとか5ゲームで最初当たって当たり早いな、あれゴッドモードじゃないっつって、うん、神降臨ですよ。あのヘアじゃないよ、ゴッドですね。ハマればハマるほど天国上がった時あっちい説、これ説立証でいいのかな、うん、説立証か。実はですね、銭形打った後、実は予定があってですね、予定が終わって、今、地元戻ってきました。今日は5万3000勝ちでした。そういうわけで、今日もかなちゃんありがとう。明日も多分、かなちゃんに感謝する日が来るかもしれません。あ、ういっす。いただきます。チートデイ。今日から6月が始まって、まあそうですね、6月のね、ちょっと目標、ちょっと食べたいなと思うんですけど、まあ6月ですからね、6確定画面を出す。
れ様です。朝一はですね、オキドキゴールドやらボーイやらのまあリセ狙いをやって、今9戦負けですね。1台も当ててねえよまだ。そうですね、今2万2千負け。お疲れ様です。いやカラスも祝福してくれてますね。本当にやりました。オキドキゴールド投資1000円で4000枚出ちゃいましたよ。もう大満足だな。2万2000枚から5万4000ガチになりました。このチャンネルを見て俺も根っからのギャンブラーになってやるぜって思っちゃった人はチャンネル登録より高評価よろしくお願いします。今日もカナちゃんありがとう。